堤幸彦でございます。今日は小池徹平君とこの地を巡ってみようということでやってまいりました。堤幸彦65歳、記念すべき第1回目はですね、私が手掛けますところの舞台魔界転生というね、こういった舞台ね、これ下にテロップが出ますけれども、魔界転生は再演でございまして、これ便利なメガネでしょ、これ。これ、私、銀河市、6万のこれで、確かに出てたんですけど、でも、ちょっと、レンズが、そんなことはどうでもいい。主演の上川隆也さんはじめとしてですね、浅野ゆう子さんね、松平健さんは、初演の時のメンバーなわけですが、今回はさらにパワーアップして、小池徹平君と、藤原紀香さん、ほか、たくさんの若いキャストの皆様がですね、つまり、楽しみですね。だっていうと時間がかかるで、今これバーッと出てますけど、こういった方々とさらにパワーアップした舞台にしようと、その小池徹平君がリハーサル稽古をですね始める前に、まず何を踏まえなければならなかったかというと、島原ですね、伺って、まずその島原の乱とは何だろう、天草四郎とは何だろうということを学んでいただき、島原の乱で亡くなっていった人々、天草四郎そのものに対してですね手を合わせ、舞台で演ずること、それから舞台を上演することに対するですね、お許しをいただきというのも変な言い方ですけど、ご報告をさせていただくと、それがまずこの作品の作るための第一歩なんですね。先日長崎に飛びですね、原城に参ったというレポートを見てもらいたいんだけども、私も一緒に回ってるものですから、ずっとその別の取材カメラに撮られてるわけでして、その合間を縫ってですね、このちっちゃいカメラでちょっとした風景の点描でありますとか、途中のフェリーの移動の様子とかを撮ったんで、それをちょっとまずご覧いただきたいと。ではどうぞ。今日はですね、今度春に私が手掛けます舞台の魔界転生という舞台がありまして、柳生十兵衛と、まあ、天草四郎、それにまつわる人々の話でして、天草四郎が率いた島原の乱という有名な一揆と言われている、まあ、ほぼ内乱内戦なんですけど、それの最後の砦である原城に来ております。これが原城ね、世界遺産に登録されているのかな。でこっちに振ると遠くに、雲仙普賢岳が見えてまいります。これは私、幻の山大国っていう映画で、島原鉄道の社長宮崎光栄さんとその妻和子さんのお話を、まあ、吉永小百合さん、竹中直人さんで撮らせていただいた時に、非常にシンボルになった火山ですね。かつて大爆発があって、いろいろ報道陣が巻き込まれたりして、でその近くにこうやって、非常にのんびりとほのぼのとした風景、綺麗なですね、有明海の海、風、太陽、緑なんですが、ここは非常に激しい激戦地の跡地でありまして、1637年にね、島原の乱というのがあったわけですけども、これは最後の舞台になりましてですね、キリシタンたちが重税や様々な政治的な重圧やらに抗してですね、天草四郎という若干16歳の少年を旗頭に武装蜂起したと。時の幕府、徳川幕府は驚くのでありますが、じわりじわりと攻め、何度か攻め、しかし失敗し、何度も波状的に攻撃し、最後は兵糧攻めでこの地を攻め、そして、四郎の首を取ったと言われています。ということで、この地にはですね、何万人っていう島原の乱に参加した人々の死の怨念、完全に絶滅させられたというか、その死体もここにあったわけでして、あるものは首をはねられ、天草四郎に至っては長崎までその首を持っていかれ、晒し物にされたと、関係者も同様です。そんな怨念が渦巻いている場所なんですね。そんな地でこれから、マスコミの取材を受け、新たな魔界転生という舞台の、まあ、成功を祈り、かつ武装蜂起された人々 の、その魂に手を合わせ、
天草四郎のいろいろ史跡、遺跡、お墓を回ると。やはりこういう現地の、風を感じることが、舞台を作るための第一歩だということで、今日は、小池徹平君と、この地を巡ってみようとやってまいりました。原城のほんのちょっとしたレポートですけど、もう少し移動のチャンスが増えたら、ぜひ皆様長崎の島原あたりはいいところですよ。火山の半島であるがゆえに、近隣に湧き出る水がとても清流で、映画の撮影で伺った時はその水を利用してできたそうめん、これがねめちゃくちゃ美味しいんですわ。みんなで飲みに行って先物まずりそうめん食って、島原で撮影してる間中そうめんって言ってそうめんばっか食ってた。そしたらそこのバーのママが未だにですね、そうめんを年に1回ぐらい送ってきていただけるわけです。本当に心優しき島原の皆さんありがとうございます。私としてはもうとにかくそういうところでお世話になったら、きちんとそういうところを見つめる作品を作るというのが最大の恩返しじゃないかなと思っていて、今回は原城を出発点とする魔界転生というお話で全国の皆さんに楽しんでいただくというのが恩返しじゃないかなと思ってるんですね。この後フェリーに乗って今度は天草という、これまたねいいとこなんですわ。熊本の有明海の南側のところには宇土っていうところがあってですね、浜辺にこういう三日月型の砂州がですねいっぱい出るところがあるんですね。映画を撮ってる時、たまたまそこに一番美しい夕日が落ちる時に通りがかり、急遽吉永さんと竹中さんにそこを歩いてもらったり、盲目の学者が妻と手を携えて九州を歩き回るという映画でしたんで、信じられないぐらい美しいところに行けてよかったなと思うんです。この後その干潟の近くの海岸で美しい夕日が撮れたんで、それは見せたいなと思ってるんですけど、この今接岸しているのは口の津という港であります。これからフェリーに乗ってですね、島原から天草に行こうということで、やろうとしてますけど、あれそこにいらっしゃるのはもしかしてあ、これどう映ってるんですか。おー、すげえ、ジンバルってどうも、バケデペでーすまだ始まってもいない私の YouTube に、はい、こんな激有名人が出てる。いやそんな僕なんかでいいんですか。今度私の舞台にね、はい、そうなんです、天草四郎で出ていただくということで、はい、魔界転生という魔界転生でございます。最初に言っておきますけど、きついですよ、はい、それはどう体力的な、肉体的にきつい、あ、精神的によりは、精神的には楽しい、肉体的なんですね。肉体的にきついかもしれない。結構なんかワイヤーアクションがあったりとか、大変お着物ですしね、結構動きが大変だったりすると思うんですけど、白のお召し物が結構がっつり重いかもしれない、なんか鎧っぽいのもね着たりとかしますから、まあ、しかし21世紀ですから、いろいろ知恵絞って、いや楽しみです、やってくれるんじゃないかということで、どうですか、まあ、今ね、はい、島原の行きましたね。もうちょい明るいところに来て、せっかくロケーションがいいんで、はい、暗い暗い逆光っすかね。そういうことですか。おー、若干のけぞって、はい、なかなかでも本当に自分の本当に演じる方がいた場所に来れるってなかなかそういう機会ないので、別に第六感があるわけじゃないんですけど、こうなんか感じるものみたいな空気感というか、そういうのはすごく贅沢な、なんかはい、ビリビリきて引き締まるのと、なんか重みが少しでもなんか違うかなっていう気はしました。本当に私ももう2度3度来てるんですけど、冬から春になっていく中でこういう戦があったっていうのは、やっぱりなんていうのか、その同じ地に立ってこの下で何万人も死んだんだって思うと、こうねえ、楽しいエンタメ舞台を作ってるんだけど、すぐ歴史的な使命感みたいなものを感じてしまいますね。そうですね、まあ、これからまた天草に渡って、はい、天草四郎のミュージアムゆかりのあるところを行ってみようということです。はい、すみません、とんでもないです、なんかありがとうございます。
嬉しい、はい、てっちゃんねんも見てください。あ、てっちゃんねん、はい、今ここにあのアドレス URL 出ます、はい、リンクさせてください、はい、てっちゃんねんも堤さん出てますから、はい、失礼しました。なんていうことだ、いきなりこんな有名人が出てしまった。今フェリーが出発しましたけれども、30分ぐらいですかね、天草に向けて。私たちがさっきいた原城は今向かっている半島のあたりではなかろうか。ちょうど原城のあたりがだんだん見えてくる形になりますね。結構海から見ると標高がある丘に見えますね。あの丘の向こうが原城。天草市立天草キリシタン館。ちょっとほっそりしましたね。ほっそりちょっと、はい、ちっちゃい、やっぱ幼い感じが。ね。一応16歳っていう設定というかね。これまたちょっとさっきのこれとは違う。ね。こういう。指揮してるような感じなんですかね。まあ一応大将ですからね。そうですよね。うん。この町そのものも島原の乱の前哨戦みたいなのがここであった。ここで一騎軍、キリスト教の信者の農民たちは放棄したけど敗走し負けて、今向こうに見える島原に海を越えて渡っていくということになるんですね。で、このキリシタン館の中には相当たくさん天草四郎の人物像がわかる資料がたくさんあるので、大変勉強になりました。あの一騎軍の旗というのがあってですね、それが大変、私YouTube 撮影中でしたいやー勉強になった。そうですねあの青い目の天草四郎はちょっと前回は気づかなかったな。あ、前回もあの絵はあったんですか。ごめん、ちょっとはっきり記憶ないんだけど、それよりあの、旗がすごくイメージがあって、ええ、だからこう、天使をこう、舞台に登場させようっていうのは、今回のあの旗、いや、あの前もやってるんですよ。なんだけど、まあ、より一層、今回は映像がメインなんで。めっちゃお祈りしましたよ、本当に。うん、大丈夫でしょう、きっと。この夕日をね、忘れずに。いや、本当ですね。めちゃくちゃ綺麗ですよ。でもやっぱここで、ね、あの、原城もそうだけど、ここもさっきのところもやっぱりこう、決意して、ね、皆の手を挙げて、あの、決起するんだって、言ったっていう、こんなおおらかで、ね、なんか何もしなくても、なんかのんびり暮らせそうなのに、でもそこまでしなきゃいけないっていうのは、なかなかな悲劇だよね、やっぱり。宇土半島に、急に止めていただいて、今夕日が沈みそうなんで、島原、そして、今まで私たちがやってきた天草の旅の最後としてですね、ちょっと寄ってもらいました。向こうでは小池徹平が YouTube を撮ってます。そして小池徹平より大きなトンビのようなものがあそこに、ラドンみたいなのがあそこに飛んでますね。すごいですね。どうですか、熊本は宇土半島、ずっと綺麗な内湾が続いています。この先は阿蘇山とかあるんでしょうかね。で、こっちが福岡で、ここが島原と。そして今日の一日を締めくくる夕日です。美しいじゃありませんか。あそこで一度皆の者が撮影大会になっていて、なかなか面白い感じになってますけども、ラドンも飛んでるし、なかなか不思議な光景です。
はい、ということで小池徹平君も出てきていただきました。ありがとうございました。共に手を携えてですね、この旅行で培ったものを武器にですね、楽しい舞台を作りたいというふうに思っております。魔界転生、主演上川隆也、豪華キャスト、新たな演出でよみがえるアクションとスペクタクル、時空を超えたエンターテインメント時代劇の最高傑作。舞台魔界転生、チケット発売中。